はい、後藤輝樹です。今回はですね、この選挙のビラの、もう画期的な、天才的な、貼り方の効率化について、レクチャーしたいと思います。もうさっきまでは、もう一回一回手でね、この一個ね、取ってね、貼ってって、200枚で45分かかったんですね。それがもう多分ね、倍近く短縮されたと思います。そのやり方を今から見せていきたいと思います。で僕の動画はですね、基本的には、ながらで聞いて、まあ、映像を見なくてもいいんですけど、今回の動画ばかりは映像を見てください。映像見ないとね、わからないというか、100分は一見にしかずで映像で見た方がいいかと思うんです。これもう今、見てください。もう今見てください。こういう感じでね、撮っていきます。僕のね、なんか今回の茅野市議会議員選挙の招集はこういう、5列になっているので、まあ、場合によってはね、10列とかあるとは思うんですけども、まあ、今回5列ということで、こういう形で、この2番目からやるのがミソなんですね。それは後でまた言いますけど、こうやってやって、こうしていく、この机、四角い机が必要です。四角い机にこうやって、さーっとこうピアノを弾くように、こうやってさーってやって。やって、しかもね、この貼り方結構気持ちいいです。お、気持ち良さそうでしょ、これ。で、これを、ビラはね、なるべく近くまで引き寄せます。引き寄せて、こうやって取っていきます。うわ、なんか、俺今ね、見にくいわ、これ。見にくいっていうのは、手元が見えない。手元が、見えないんですよ、カメラで。で、感覚でやってます。こういう風にやって、はい。ちょっとね、いつもより作業効率は悪いです。なぜなら、カメラが邪魔で首にね、かけてるんですよ。ダイソーで買ったやつ使って今、首にかけてるんで、でも手元が見えないんで、感覚だけでやっています。こういう形で、はい。すいません、ガンガン揺れてますけど。もっとね、早い、この、こういう形で。で、注意したいのは、今、ちょっと取りにくいんですよ、シール。あまり、今回のケースだと左側にシールがいっちゃうと、シール取りにくいんで、なるべく右手側に、こっち側にやった方がいいですね。これで多分25枚終了です。で、これをこのまま綺麗な状態で、そのまま置く。で、これ、大事なのは、このビラをあんまり動かさない。だから端っこにあった方がいいですね。最初僕、ここに貼ってたんですよ。この中央に。ここのスペースに。端がいいですね。端だともう動かさないで一定してできるんですけど、ここに貼っちゃうと、貼っちゃって一回一回ばらけちゃうと、整えるの大変なんですね。で、しかもシールが剥がれたりして、くっついちゃったりするんですよ。だからもう固定する。もうね、ビラは動かさない。動かすのはこのシールを貼る部分、こうやってだけをペラペラめくる感じで、まあこういう風に置ける。で、ちょっとここ厚み出るんですけど、これはしょうがないです。このシールの部分厚み出るんですけど、これはしょうがないんですけど、こうすることによって綺麗に置けるんで、はい。で、先ほど、これ今25枚割りでしょ。これ100枚だと思うんですけど、この、もう一度こういう風に、大体ね、こうやっていってきます。こうやって。3分の1ぐらいね、剥がれるような感じで、まあ、4分の3とか5分の1ぐらいでもいいんですけど、こういう感じで、剥がれてきたら、これもっと早くできますからね。今、これ動画撮ってるからちょっと遅いですけど、こうやってさーってやって、で、こう、ザッと剥がす。やっぱ、流れ作業ですから、効率化を目指さないとね、大変なことになってきます。これ4000枚あるんで、4000枚あるとしたら、より一定の作業を効率的にやるかを考えた結果、私は自ら考えた結果、編み出しました、こうやって。効率的でしょ?これ。結構ね、気持ちいいのよ。こうやってやっていくと。で、これ、左手も大事ですかね。左手で、ちゃんと1枚かどうか確認する。一枚かどうか確認する。これ、シール貼ってないと配れないんで、公職選挙法違反になってしまうので、気をつけてください。シール、一枚一枚貼らなきゃいけないんで、二枚くっついてないか確認する。はい。こんな感じですぐ終わります。これ今、
無音でやってますけど、無音で。音楽かけながらやったりとか、オーディブルとかけながらやったりとか、それこそね、この後藤輝樹のこの動画ね、輝樹塾、輝樹教のね、音声、動画をね、再生しながらやってもいいですし、今はね、無音でやってますけども、そういう感じで流れ作業でできます。こういう風にして、こう。ここはね、ほんと動画見てください。音声だけじゃなくて、これ綺麗でしょ？で、大体ね、この半分ぐらいの位置にしないと、この奥の方、取りにくくなんで、このビラの半分ぐらいの位置には、来るように設定した方がいいですね。で、ほんと今ね、こう、カメラを、スマホをね、首にぶら下げてんで、首に、やりにくいっす。手元も見えんし。うん。やりにくいから、もっと早くできます。で、先ほどは左手の動きを言いましたが、今回は右手の動きはですね、これもね、ちゃんとこだわりがあるんです。これ、中指で取るんですね、中指で。中指でこう拾って、中指と人差し指で、なるべくこう水平に平行になるように貼る。これ人差し指で取ると結構曲がりやすいんです。なんでかっていうと、人差し指だけだと1本で固定することなんですよ。でも中指と人差し指2本で固定することになるんですね。あ、もうちょっと終わっちゃったんで次のでまた説明したいと思いますが、はい。ここでもう、はい。3個、あ、これ20、20だから60枚終わったってことですね。今度はこれで80枚目でしょうかね。多分これ、ワンシート100枚なんで、5列あるってことは、20枚ってことですよね。列とか行がちょっとわかんないですけど、これでやって、だいぶ半分くらい。これ中指で取るんですね、中指で。中指で取って、中指と人差し指2本で固定して貼る。人差し指だと1本だから不安定。中指だと人差し指と中指2本なので安定します。はい。なるべくね、まっすぐ、平行に貼りたいじゃないですか。斜めにならず。完璧には難しいんですけどもね。で、ちょっと端にやりすぎちゃうと、これはみ出ちゃうんで、なるべくはみ出ないようにやった方がいいと思いますね。はい。でですね、中指でこう、すくうんですけど、それも、中指で、こう、ガッて取っちゃダメ。中指で、こう、ガッと取っちゃダメ、こういう風に。なんでかっていうと、この粘着が中指について、剥がれにくくなるんですよ。で、しかも、この中指に粘着がこう、くっついてくるんですよね、この、長時間やっていくと。まあ、それもまた後で説明します。ほら、これすぐ終わっちゃう。はい、20枚すぐ終わっちゃいますね、これ。早いですよ。で、これ大変なのが、これよ、ここまで 4列やりましたけど、この一番最初のこの端がね、ややこしいんですよ。これじゃあ、こっち側にしてこうやってやると、ちょっと見てください。こう、反対にしてこうしちゃうと、で、こうやるとするじゃないですか。これだと、これで、こっちの方が簡単なんですけど、これやっちゃうと、今度、こう貼るときに逆になっちゃうんですよね。逆になっちゃう。だから我々としては、この、動線を大事にしたい。こうやって中指ですくい上げて、中指と左、人差し指で固定したときにちょうど、この位置がね、その上下がちゃんと一致したいわけですよ。なので、できれば我々として望んでるのは、こういう形で、スタンバイして、こう拾って、こういう風な形で素直に貼れる状態。間違っても、こっちの逆になってしまうと、この動線だと反対になってしまう。なので、こう貼ってしまうと、一回一回くるって回転させて、貼らざるを得なくなってしまうので、これは避けたいんですよ。なので、ちょっとここは一回一回めんどくさいんですけれども、ここはね、
こうやって一旦こう、丁寧に剥がしていく。ちょっとここめんどくさいんですけど、ここはね、結構半分ぐらいまでぐっとめくった方がいいですね。半分ぐらいまでぐっとめくって、めくってく、めくって、これね、結構めんどくさいんですよね、こう。でもこのめんどくさいのをやってもこっちの方がね、やりいいでしたね、こっちの方が。うん。やっぱ同じような貼り方をしないと、うん、この長時間やるんで同じような貼り方しないと後々、なんかもう、めんどくさくなるんですね。なんでかっていうと、やっぱ、最後の、この時だけ貼り方を変えちゃうと、貼り方が2種類になっちゃうじゃないですか。やっぱ1種類の貼り方でずっとやった方が、それだけスキルが上がるわけですよね。レベルが、その貼り方で。で、2種類やっちゃうと、貼り方が分散されて、自分の体がおかしくなって、異常をきたすと思うんですね。異常はきたさないでしょうけど、そしたらいいと思うんですよね。だから、こう取って、こう、この貼り方を、もう常に、こっちで統一させたい。この貼り方でずっと常に統一させたいんですよね。なので、なるべく、この向きを大事にして貼る。まあ、一番ね、端っこの一列だけは、めんどくさいんですけれども、それ大事にしたい。そうしないと、めんどくさい。これ今ちょっと遅いですけど、これ、ちょっと解説しながら、さらになんかこの首に重しをつけながら、このスマホは重いので重しをつけながら、見えない状態で、中指で手探りでやりながら貼ってるんでちょっと遅いですけど、もっと早く。で、これ貼り終わった後、これをあんま動かさずに、こう、トンって整えて、こう、乗せるような形。そうすると、あんまり動かずに、できる。これ結構バラバラにすると、こう位置揃えるのも大変なんですね。これだってもう、見てこのシールの厚さで全然厚さが違くなってきちゃうんで、あんまり動かしちゃうと、整頓が大変になっちゃうんですね。これを、新聞折り込みで持っていくんで、そういうのも考える。手間を考えた時になるべく綺麗な、整頓された状態で持っていく。はい、だからこの、初手はね、この、真ん中ら辺からこうやって、こうして、こうやってこう、バッて綺麗でしょ？なので、位置的には、ここちょっとね、そう、位置的にはこのぐらいがいいかな。で、はい、こういう風に。はい、右手の中指で、中指ほんのちょっと触れると。触れて、引っ掛けて、中指と人差し指2本で、整えて、シールをこう、貼っていく。そのベターって貼らなくても、自然とこう、四隅が、貼れるような形に なりますんで、はい。こういう形で貼っていきます。まあ、これで120枚目ですね。だから100枚を今これ13分50秒ですから100枚を多分10分ぐらいではできるんですよ。先ほど、やった時は流れ作業のこういう形でやらなかった時は、20枚で45分かかったんですよ。大体。それが今、100枚で10分ぐらいなんで、まあ、2倍以上スピード上げられるんですね、これで。はい。すごいですよ、これだから。見てて。バッて。これ気持ちいいんだよ、この。気持ちいいって大事だよね。やる中で、自分の作業が気持ちいいような状態でするって大事ですね。これ今ね、選挙ビラのね、この消費のやり方、僕は編み出してこれやってるんですよ。別にこれ選挙ビラを、やる人はもちろんね、真似した方がいいです、これは。真似した方がいいんですが、選挙日はやる機会ない人もいると思うんですよ。でもそれもね、真似するっていうか。どこを真似するかっていう、この、
どうしたらより効率的になるか、作業が合理化できるかって、これ大事なんですよね。どうしたら気持ちいい状態、あ、快感、あ、これ気持ちいいわっていう状態でできるかを探すって、やっぱ人生において 大切だと思うんですよ。何をやるにしても、はい、まあ僕もそんなね、あの人のこと言えないんですけど、なんで人のこと言えないかっていうと、僕普段そんな合理化もそこまでね問い詰めてないんですけれども、今回はもう締め切りあるんですよ。締め切りあって4000枚をやらなきゃいけないから、もうしょうがないから、もう合理的に、もう普通のやり方でやってたらもう間に合わないんですよ。普通のやり方でやってたらもう、だって本来であれば、これ選挙期間中こんなことやってるね、立候補者いないんで、本来であれば誰か支援者とかが、組織がある人が やりますってやってくれてったりするんですよ。候補者は選挙カーとかに乗って、投票してくださいみたいなのやってるんですけど、僕選挙カーもないし、ポスターも貼りに行かなきゃいけないし、まあ、だからまあ、自分でやれるんだけど、やらなきゃいけないんだけど、だからそういうやるにしても、その、普通にやってたらもう、これもう、さすがに、間に合わないと。だからもう、合理化をするにはどうか、どうしたらいいかっていう考えたところ、この方法が、編み出たというか、編み出したというか。はい。なので、ね、人生においてね、そういうことってあると思うんですよ。その、危機に瀕したとき、その、進化成長するみたいな。だから僕、進化成長したんだと思います、こういう。はい。おかげさまで。だからね、なんかこう、不思議というか、うん、だ一人で やるの大変ですけれども、一人でやることによってなんか成長できたみたいなね。でこれを やるでしょ。で、これ動画に俺撮ってさ、あげるでしょ。そしたら、まあ、今回の選挙もしかしたら間に合わないかもしれない。まあ、今回の選挙でもね、まだね、やってる人いるかもしれないんであれですけど、今後も選挙はあるわけですよ。その時に、ああ、どうしよう、もう、選挙ビラのこれね、大変だって、ね、思う人いると思うんですよ。その人たちがね、見たら、あ、こんなやり方あるんだと。あ、私もパクろうみたいなね、持ってやったらいいじゃないですか。はい。本当はね、こんな、なんで俺がやんなきゃいけない。こんなもんはね、本当に、なんつうんだろう。なんつうの、この、難しいね。これだ、行政がね、これなくてもできるようにね、でもそうしたらね、枚数というか、でも、そうだね。これ枚数制限があるから、これシール貼らないと。でも でもこんなもん、ほんと行政がやってくれよって話だよ、マジで。選挙管理委員会がさ、どっかアウトソーシングでやってくれよ、マジ。これ、こういうの金持ってるやつがさ、もう、有利やんか、こんな。金持ってるやつはこんなんさ、アルバイト使ってやれるわけじゃん。弱者は俺みたいにね、こんな、一人でやんなきゃいけないわけですよ。お金持ってない人は。お金も組織もない人は。大変ですわ。はい。で、ここの最後のところはね、あ、これ200枚目いきますよ。180枚目ですから。ここで、こういうふうに。ここはね、めんどくさいけど、こういうふうにやる。これめんどくさいけど、やるしかない、ここは。こうやってね。一回めくっていく。で、めくりが甘いと、この机のヘリにね、貼るときに貼れなくなっちゃうんで、ここは結構めくり最後のところ大胆にやった方がいいですね、この時は。この逆側からやるときは。めくりはこう大胆に。はい。まあ、こんぐらいでいいでしょう。これ大胆にして、裏返して、こう、麻雀みたいな感じで、裏返して、こう、ペッて。最後、ピアノでサッてやるような感じ。ファッと取る。ほら、これで一緒。はい。こういう感じでね、やっていきます。はい。だから人っていうのはね、何か困難があった時に、乗り越えられる、その、手段っていうか、手はずは必ずあるはずなんですよ。そこに気づいて、その行動を、やれるかどうかなんですよね。はい。それによってね、これからの人生変わってきますし、自分のレベルも上がりますよね。こういう経験があればね。
で、何かあった時対応できますし、で、また誰かこれをね、見た時に、あ、後藤輝樹、すごいな、みたいな。すごい、すごいなとかっていうか、あ、よか、ありがとう、みたいなさ、あるじゃないですか。あ、真似しようって。うん。で、その時に思う感情って言ったらさ、後藤輝樹殺してやるとか思わないでしょ。あ、ありがとうございますって、普通の人だと思うよ。で、普通の、そうじゃない人でも、あ、なんで後藤輝樹やるやんみたいな、あ、ためになったとかなんか、素直に喜べない人でも、なんか、悪い感情はしないと思うよ、悪い感情は。うん。だからまあ、こういうのをね、やっていくのも、この人生のこの楽しみというかね、醍醐味ですよ。うん。いかにね、辛くない生き方をするかっていうことなんですよ、だから。これも含めて。今これ僕喋りながらやってますけどね。だから自分の、ね、聞きたいね、なんか音楽とかそういうなんかいろいろやりながらもできるし、なんか考え事しながらだってできるし。うん。いかに辛くなく、いかに楽しくできるか。つまり、いかに辛くなく生きるか、いかに楽しく生きることができるかっていうのを考えながら生きるっていうのも、その、ね、人生というかね。はい。ただ単に、その、生きていくっていうか、なんつうんだろう、その、シール貼らなきゃいけない。じゃあ、ただ単に貼っていく。っていうよりも、その、あ、あは、あはってなった方がいいじゃないですか。あはって。もうそろそろね、容量が少なくなってきて切ります。ということでね、何かの参考になれば幸いです。もうこれ中途半端で終わっちゃうんですけど、まあ、ここまで最後までやっちゃう。はい。何かの参考になれば幸いです。ということで、ありがとうございます。これね、今もうね、多分1200、300ぐらいまで行ってるんで、あと3000枚ぐらい、2、3000枚ぐらい頑張ります。以上です。皆様、愛してます。